どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。本日も映画レビューをしながらデッドバイデイライトをプレイしていきましょう。はい、今回は黒人教師アダム・フランシスでプレイしていきます。最近ちょっとね、頑張って画質をかなり上げてですね、4K 画質でアップロードしてるんですよ。結構ね、これね、処理するのに時間かかったり、アップロード自体も時間かかるし、あとね、アップロードしてもね、YouTuber 側の処理がすごい時間かかるんですよね。4K 画像になるまでに、まあ数時間で終わることもあれば、3日ぐらいかかることもあるんですよ。だけど 4K にするとね、HD 画像にしていた時の、霧の部分のね、もやの部分のあたりはね、結構ブロックノイズがかかってたんですけど、いや、やっぱりね、画質を上げてアップロードすると、ブロックノイズは全くなくなりますね。ただ、4K レベルの画質を扱うには、パソコンのスペックもかなり求められます。僕のパソコンもかなり高スペックなんですけど、それでもね、結構時間かかりますよ。はい、というわけでね、もう早速映画のレビューに入っていきますね。今日レビューする映画は、ライ麦畑の反逆者。皆さんは J.D. サリンジャーという作家をご存知でしょうか？僕はこの映画をきっかけに初めて知ったようなもんなんだけど、映画を見る前に彼の代表作であるライ麦畑で捕まえてを読んでました。作家の村上春樹さんも訳しているけど、僕が読んだのは野崎隆さんの役ですね。これがね、まあ、ぶっちゃけね、さっぱりどこが面白いんだかわからなくて、もう全然読み進まなくて、内容は賢いんだかバカなんだかよくわからないホールデン・コールフィールドという17歳の青年が高校を退学してクリスマス前のニューヨークの街でああだこうだと社会の欺瞞に悪態をついて鬱屈をぶつけるみたいな内容なんだけど、セリフ回しがいちいち村上春樹的というか伊坂幸太郎的で鼻につくんだけども、主張している内容も現代でいう中二病というか、まあ、単にこじらせてるだけじゃんみたいな話が延々とアホみたいに続く、まあ、僕にとっては読んでいるのが拷問同然の小説でした。いやね、ぶっちゃけこれが世界的名作とは信じられないです。だってさ、銃撃戦ドンパチもなければ殺人も起こらないし、ヌードも出てくるわけじゃないならねえ、それに見合う面白さをもたらしてほしいと思うとこなんですけども、そもそも世界どころか日本の名作って本当に苦手なんですよね。でさ、まあそれ以前にほとんど読んだことがないんですけどね、ほんとこういう高尚な文学には手を出すべきじゃないですね、僕みたいな人間は。そんなわけでまだ半分くらいしか読み進めていないのですよ。特に外国文学というやつは本当に苦手だ。とはいえ長年読み継がれていて、今でもそこら辺の作家の新作よりずっと売れ続けていて、1999年時点で全世界でなんと6000万部、日本では野崎隆さんの役所で累計250万部を超えているそうです。これは2002年のデータだから、もうね、野崎さんのやつだけでも300万部はいってるでしょ。あとまだ村上春樹版がありますからね。まあとにかく日本でもすっごく売れてるわけですよ。たくさんの人が読んでいるんですね。まあ僕なんかね、日本の名作と言われた梶井元次郎のレモンですら、もうさっぱりね、何がいいんだか素晴らしいんだかさっぱりわからないような人間なんで、サリンジャーだの、カフカだの、トルーマンだのね、シェイクスピアなんてわかるわけがないんですよって、まあ読んだことほとんどないんですけどね。このね、ライ麦畑で捕まえて、名作とみなされてる割に問題視されてもいるんですね。1954年カリフォルニア州の教育委員会がホールデンの、まあ、ホールデンというのはこの主人公なんですけど、言葉遣いや態度を問題として学校の図書室から追放したそうです。まあ当然だよね、こんなの。自分の息子がホールデンだったらもう肉フックに釣ってやりますよ。また1980年にジョン・レノンを射殺したマーク・チャップマンは、警察が登場するまで歩道に座ってこの本を読んでた上に、法廷でも作中の一部を読み上げていたそうなんですよね。やばいですよね。またロナルド・レーガンを狙撃未遂したジョン・ヒンクリーのモーテルの部屋にも
この本が置いてあったそうで、さらに1989年に女優のレベッカ・シェイファーを射殺した犯人も拳銃と血だらけのシャツと一緒にこの本が置かれていたそうです。いや、僕にはさっぱりこの作品の良さがわからないんだけど、刺さる人にはね、かなりぐさりと刺さるみたいですね。この作品を読んで犯行を決意したとかあるんでしょうかね。ある特定の人たちの心の隙間に入り込んでしまうようなストーリーなんでしょうか。ちなみに2009年に続編と称した60年後ライ麦畑をやってきてという本がスウェーデンの出版社から刊行される際に、サリンジャーは作者と出版社を著作権侵害で提訴したそうです。まあね、二次創作みたいなもんですかね。コミケとかで売ってればね、問題なかったと思うんだけどね。まあサリンジャーもさ、それくらい許してやれよ。とはいえね、当時は二次創作のような文化はなかったんでしょうね。で、映画のストーリーなんですけど、舞台は1939年アメリカの首都ニューヨーク。大学中退を繰り返していたドラ息子のサリンジャーは20歳にして作家になりたいとコロンビア大学の創作学科に編入するんですよね。このサリンジャーの実家は肉やチーズを販売する貿易会社を経営していて、かなり裕福だったそうです。まあ、お金持ちのボンボンですよね。大学でウィット・バーネット教授の指導を受けて作品を書いていくんだけど、出版社からはことごとく断られるんですよ。まあ、ここら辺は作家志望あるあるですね。それでも諦めずに頑張って書いていったところ、ようやく自分自身の分身ともいえるホールデン・コールフィールドを主人公にした短編小説、マディソン・アベニューの外れでの小さな犯行が雑誌ニューヨーカーに掲載決定されるんだけど、太平洋戦争の勃発によってキャンセルされちゃうんですよ。さらに彼には招集令状が届いていて、まあ、ノルマンディ上陸作戦に参加させられるわけなんですね。その上、付き合っていた恋人がなんとチャールズ・チャップリンと結婚してしまうという秘宝に打ちのめされるんですね。いや、知らなかった。元カノをチャールズ・チャップリンに寝取られていたんですね。いやー、超一流の人間というのは寝取られる人間も超一流なんですね。すごいですね。で、なんとか壮絶な視線をくぐり抜けてきて帰国するんだけど、今度は戦争による PTSD に悩まされることになります。そんな中、もがき続けて書き上げた初長編小説がライ麦畑で捕まえてだったんですね。この一作でサリンジャーは時の人となります。だけどそこはホールデンの生みの親というよりもはや彼の分身、サリンジャー自身もホールデンのようにこじらせていくわけです。いや、ほんとね、ライ麦畑の主人公ホールデンはサリンジャーそのものなんですよ。一作大ヒットしたことで周囲からはチヤホヤされるんだけど、自分の書きたいものが書かせてもらえなくなっていくんですよね。まあ、これは作家あるあるなんだけど、例えばデビュー作がベストセラーになると、その後はね、その作風ばかりを求められるんですよ。まあ、僕もね、痛々というほど思い知らされましたけどね。この映画はサリンジャー自身の姿を描いてるわけなんだけど、同時に彼を取り巻く人間にも目が行き届いていたと思います。まずはケビン・スペイシー演じるウィット教授、サリンジャーの恩師にあたるんだけど、2人は戦書の発行のことで喧嘩別れをしてしまうんですね。サリンジャーもそこまで怒るようなことかなと思うんだけど、まあこじらせ野郎ですからね、一度こじらせると手に負えないんですね。それでも師弟の絆をちゃんと描かれていて、それでいて押し付けがましさがないところが良かったです。あとはサリンジャーを支えた出版エージェントのドロシーも素晴らしかったですね。彼をサラ・ポールソン、まあ、先日レビューしたミスターガラスで精神科医を演じていた女優さんなんだけど、いや、この人はね、この手のスペシャリストの役が実にハマっていますね。説得力がある。はい、というわけでね、もう少し詳しいレビューの前に評価額を先につけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価をつけていきましょう。映画ライ麦畑の反逆者、評価額はズバリ1300円です。終作。特に作家志望者の人たちは必見の映画だと思いますよ。創作に対する心構えや精神論を得ることができると思うし、今現在書きあぐねている人たちは何らかの気づきがあると思います。作家にはね、2種類いると思うんですよ。それはね、自分自身を描く作家と描かない作家。僕は明らかに後者なんだけど、自分自身の経験や思いを小説に託すタイプの作家も少なくないと思います。サリンジャーはまさにそちらのタイプなんですよね。
こういうタイプは時としてとんでもない傑作を生み出してしまうけど、精神の消耗や疲弊が半端ないんですよね。だから晩年は隠遁生活を始めてしまう。これほどまでに華々しくデビューした作家なのに、倒産や戦争の嵐に嫌気がさしてしまって、表舞台から姿を消しちゃったんですよね。そういえば僕はまだ見ていないんだけど、最近ライ麦畑で出会ったらという映画が公開されてました。こちらはライ麦畑に感銘を受けた高校生がこの作品を舞台にしようと考えて、脚本をサリンジャーに読んでもらうためにサリンジャーに会いに行くという内容なんだけど、いや今回の映画を見てれば彼のしようとしていることはとんでもないことだとわかりますよね。この映画の監督の実体験ということでちょっと興味があります。ライ麦畑で出会ったら DVD 化されたのかな。もしそうならちょっと見てみようかなと思います。まあ、サリンジャーはね、小説の方は全然興味持てないんだけど、サリンジャーという作家そのものにはね、とても深い関心を持ってしまいました。なんだかんだ物語も役者も演出も素晴らしくて、随分と引き込まれた映画です。ナイス修理。あとは脱出するだけかな。もうダメかな俺。はい、この映画ね、作家志望者だったらかなり刺さる映画だと思いますよ。この動画の概要欄に過去のレビュー動画のリンクを貼り付けておきますので、そちらもチェックしてみてください。映画はあいうえお順にタイトルが並んでいるので見つけやすいと思います。皆さんの気になる映画の評価額はいくらなんでしょうか。そして当チャンネルは今回のように新作をなるべく早い段階でレビューして皆さんの映画ライフのお役に立ちたいと思いますので、チャンネル登録高評価のほどよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。オルバー。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック。 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。